最近シーンなんかそんな感じのアプリあるじゃないですか。あれめっちゃ安くてお洋服とか15ドルとかで売ってて、まあ、最近利用し始めたわけですよ。でその中にワンチャングッズがあって、でちょっと感動して安くてちょっと爆買いってことでもないけどちょっと買ったのでご紹介したいと思います。まずこれ、じゃじゃーん、可愛くない？ちょっと見て見て、バナナベッド中入れんの。これでくれって7ドル 7.78 ドル、入ってください。ちゃんとこうやってこうやってこうやって入って入って入って、ちゅーちゃんこれ入ってよ。なんか噛むんじゃなくて、でもやっぱりちょっとね薄いですね。生地は薄いけど壊すことをしない子ならいいかも。うち入りたいのにちゅーちゃんがね。でこれこうやってこっち閉めれるの超かわいい。なんか画像では猫ちゃんがちゃんとねこうやって入ってたけど、うちの子たちは無理っぽいな。ちゅーちゃん入りなさい。はい、もう閉めたろ。はい、バナナ完成。はい、完成ね、おバナナです。バナナ本当やめて。お兄ちゃん変よ、バナナになってホリホリしたんで。バナナの中身の実って白いじゃないですか。だからちょっとバナナに見えんこともない。粒たち入ったら実やん、これ。どうか、粒さん、どう？いい感じ、寝心地いいんじゃない？ちゅーちゃんこっち向いて。気に入ってるよね、これ絶対。いいやん、このバナナ、かわいいやん。あ、出てきた。あ、かわいかった。ちゅーちゃん、もう一回入ってよ。はい、はい、はい、バナナちゃん、うちの邪魔しないよ。いやね、なんかやね、お兄ちゃんが嫌なことしちゃうね。いやね。まあ、かわいい。え、めっちゃかわいい。ちゅーちゃん、それしないで。それ違う梱包材じゃないよ。ちょっと、ちゅーちゃん。つぶってほんと悪い子なんですよ。ちゅーちゃん。つぶ、おやつあげよう。おやつ。ひともんちゃかと。疲れた。これ確か、なんか1ドルとかそのレベル。360度のやつ。やから。磨きやすそう。が、まあ一つと。ちゅーちゃん、あんたやな、あんたの方がボロボロしそうやな、これ。なあ。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 今噛んだね。今、あ。あ。あー、悪い、今の悪い。これ何やったっけ。あー、これなんかあのこうやってシュッシュッってやってペットの毛をなんか集めるようなやつらしいでしょ。結構ね、掃除機しちゃってるからそんなにね今日ないのがちょっと申し訳ないんですけれども、集まるわこれ。なんか前このカーペットご紹介した時に表面に毛がついてるから、ソファーとかを掃除する掃除機ヘッドじゃないとちょっと厳しいみたいなね話をしたと思うんですけれども、これでめっちゃ簡単に取れるなあ。うじゅ、面白いなこれ。ほら、こんなに集まった。これすげえな。これ見えるかな。ほら、おーら、結構いいなこれ。これペットリムーバー2ドルでした。 2.07 ドル。こんなに綺麗に取れるなんて、結構マジでびっくり。これほらー、びっくり。これ確か1ドル。かわいいサングラス。まーて、あ、かっこいい。あ、かっこいいおじゅ。これどうやって耳にかけるの。かっこいいおじゅ。ウジュかっこいい。ウジュかっこいいよ。かっこいいよ、ウジュ。かっこいいじゃないですか。ちゅちゅ、イカチュ。ちょっと待ってよ。イカツ。ヤバつぶ。かっこいい。見て。ちゅちゅ、かっこいい。すいません、もう嫌や、全然やってくれへんよ。ペット用のサングラスでした。最後これはこういうね服なんですけど、
まだだよ。じゃあこっち向いて。え、めっちゃ可愛いやん、じゃあそれ。それめっちゃ可愛いやん。え、めっちゃ可愛いです。一応ね、蝶ネクタイもね、ついてて、で、サンダル。あの、生地とかは、いや、もうペラペラですよ。ペラペラやし、あの、伸縮性ない普通の生地なんですけど、でもめっちゃ可愛い。ちゅうちゃん着ててみよう。うじゅう、入学式みたい。ブー、あんた、ぷっかぷかやな。ぷっかぷかやけど、でも可愛い、ちゅうちゃん。え、めっちゃ可愛い。やば、天使おる。うじゅうなんかやっぱ似合ってるね、なんかね。粒なんか、でもなんかね、合唱団の隊員みたいやん。かわいい。だってこれ2枚で600円ぐらいやろ。いいじゃないですか。お座りしてください。ほら、横から見てもめっちゃかわいい。ちょっとね、お直ししたらいいんやと思う。ここね、ここキュッてやればいいもんね。3回ぐらい折ってるから、それもこう塗ってあげたらいいしね。いや、ウズの似合い方、ウジュー、あなたいいとこの子みたいになってるやん。やば、かっこいい。マフィアみたい。あー、そうね、いや、ごめんなさい、すいません。今回買ったの確かね、全部で一応私のトップス1枚買ったんですけど、それで多分$30。いろんな商品売ってて、ワンコクっつっても、なんかベッドとか給水器とかめっちゃ安くあるんで、ぜひあの、気になった方はシーンご覧ください。ちょっとこれハマるわ。ワントモ、本日ご紹介するのはジャックラッセルテリアの男の子、マーブルくん10歳です。マーブルくんの特技はハーネスやお洋服を着るときに上手にお手手を出すことです。とってもおしゃれさんで頭脳派なマーブルくんでした。ワントも募集中。インスタグラムの DM までご連絡ください。たくさんのご応募お待ちしております。